はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日は世界1位の最強ガチスカット解説ということでテス君に来ていただいております。お願いします。はい、テスです。よろしくお願いします。お願いします。半年ぶりぐらいのコラボということで、ちょっと確かにね、久々の顔出ししてるんですけども、テス君よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみです。で、テス君は、まあ、据え置き版の人はもうほぼほぼみんな知ってるんじゃないかなと思うんですが、まあ、多分僕の動画見てくれてる方もアプリ版の方が多いと思うので、軽く紹介すると、とんでもないぐらい、まあ、あのコンソール版据え置き版の猛者で、なんと世界1位、 e フットボールリーグで2回も取ってると。で、しかも、4フェーズ連続1桁、で3位1位2位2位って聞いたんだけど、でも3位1位2位のバッジ持ってることだよね。そうですね、1位2位3バッジで並べて今やってますねとんでもないね、猛者ということで、まあ、今回は、まあ、そのテス君が今使っている最新版のガチスカットを紹介してもらおうと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ、スカットの画面に来たんですけれども、今回はテス君据え置き版なんで、テス君のスカットを元に僕が組んだって感じで、全く一応テス君が組んでるのと同じ形で用意しましたということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、ちょっと1個ね、最初に申し訳ないのが、僕はカンナバーロにミニサルバック適正つけてないっていう、なんならブースターもつけてないんですけどちょっとちょっとね、はい、こんな感じで、まあ、一応ね、テス君は右サイドバック適性をつけてると。そうですね。いうことで、はい、じゃあやっていこうと思います。じゃあ、まず、フォーメーションから、4312、433の形か。ということで、この形を使ってる、まず理由とかある?これは。まあ、ほんと、レート上げ向けのフォーメーションの形というか、うん、手っ取り早く点数を取れる。っていう感じですね。このフォーメでよくやる攻め方とかはある、まあ、基本的にもうカウンターですかね。ショートカウンターで、うん、まあ、高い位置でボールをこう中盤3枚ではめて、うん、ここからもう前3枚で崩しきるっていう感じですかね。なるほど。で、じゃあちなみにチームスタイルは、まあ、結構今の環境、特にモバイル版だと、なんかショートカウンターかロングカウンターか、だいぶ好みが結構こう分かれてくるというか、うん、どっちも使ってる人本当にいるんだけど、テス君的にはショートの方がいい。そうですね、基本的にやっぱ攻めの時にちょっとロングカウンター使ってる と、 ちょっと詰まりがちというか、うん、まあ、それはあるよね。ちょっとね、距離感遠かったりね。そうですね、距離感遠いのと、うん、あとはまあ自分は結構その守備の仕方が結構前からはめに行く、うんうんうん、戦い方、うん、こう高い位置でボールを奪ってそのままこうショートカウンター、それこそカウンターで決めるっていう形が多いんで、うん、自分に合ってるっていう感じですかね。どっちでもいいとは思うんですけど。なるほど。じゃあロングで攻撃がうまくいけるよって人は、まあ、ロングでもいいと。全然多分この褒めロングカウンターでも強いと思いますし、うん、もうそこは好みで決めてくださいって感じですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、まあ、フォメの話しつつ、ちょっと人選聞いていこうと思うんですけど、まずゴールキーパー、シュマイケル。まあ、これは、やっぱりシュマイケルと。いや、シュマイケル、めちゃめちゃ強いですね。多分、今の、いろんなキーパー、ゴールキーパー、チェフとか、ジーダとか来た中でも、一番個人的に止め感がいいかなっていうふうに思ってますね。うん、なるほど。じゃあ、まあ、チェフとか、ジーダよりも、まあ、一つ抜けて強いゴールキーパーと。そうですね。ちなみにチェフかジーダだったらどっちかある？ああ、まあほとんどなんか能力も身長も変わんないんで、うん、マジでどっちでもいいですね、正直。なるほど。じゃあほぼ同じぐらいと。ほぼ一緒ですね。じゃあ次ディフェンスライン、これ結構ね面白いと思うんだけど、まあ左から、センターバック、テュラム、カイドウォッカー、トミヤス、カンナバーロということで、まあ、まずじゃあ右のカンナバーロから聞いていこうか。これはカンナバーロなんだ、右。そうなんですよね。カンナバーロにしてる理由として、うん、なんかこう右サイドバックの適性つけることによって、うん、そのセンターバックのハードプレスが無印プレースタイルになることで、本当にカンナバーロって対人の守備とか強いですし、うんうん、ここで無印として、まあ、ディフェンシブつけてるんですけど、ディフェンシブつけるとめちゃくちゃボール取ってくれるんで、カンナバーロはおすすめしてます。なるほど。じゃあプレースタイル、ハードプレスは逆にあんま気に入らないってこと？そうですね、ロングカウンターだったらハードプレス、うん、こうまあいいと思うんですけど、うん、ショートカウンターだともともとラインディフェンスラインって高いじゃないですか、うんうん、そういう時にカンナバーロがハードプレスでライン崩しちゃって裏行かれるっていうシーンがあったので。なるほど。じゃあ例えば最近だともうエピックのネスタとかもう若干まあ微妙というか、ハードプレスは使わないって感じ？もうそうですね、正直センターバックのディフェンスラインはもう守備的サイバーか無印。なるほどね。もうその2つでしかもう人選は組めないかなっていうくらい
大事ですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ続いてここもね結構面白いと思うんだけど、まず 3CB にしてるっていうね、これねモバイルマラトンね正直あんまり多くない、あんまり正直使ってる人少ないんだけど、 3CB にやっぱりしてる理由っていうのはまず、まあできるなら、うん、実は僕左サイバー右サイバーでディフェンシブ2枚が、うん、一番いいと思ってます。理想系ではあるんだ、はい、うん、まあ、ただその僕がカンナバードポジティキつけて、うん、その左サイバーよりも右サイバーが優先してついちゃったんで、うん、まあ仕方なくっていう感じですね。なるほど。もしできるなら、うん、まあ、例えば富安とか左サイバーの適性あるじゃないですか、うんうんうん、なんでテラムのとこ富安とかにして、うん、こうサイドバックとかでもありなんじゃないかなっていう風に思ってます。なるほど。じゃあ理想はまあ両サイドバックでディフェンシブがまあやりたいと。そうですね。なるほど。でじゃあセンターバック、まあ、アラホは正直ねあんま説明不要だと思うんだけど、カイル・ウォーカーセンターバック、これ結構ね使ってる方あんまりすごい多いわけじゃないと思うんだけど、これはどうです？まあ、結構実はまあベンチとかにもこう入れてるんですけど、うん、ショートカウンターは本当にスピシュンが重視、めちゃめちゃ重要になってくると思ってて、うんうん、まあ、ディフェンスで裏に行かれた後も、まあ、ウォーカーとかスピード速い選手だとすぐ対応できるっていうのと、まあ、あとは相手によってこう僕ディフェンス内に変えてるんですけど。え、マジで？どういうこと？はい、例えば身長高い選手、相手がフリットとかいた時とかだと、まあ、ウォーカーだとちょっと身長とか、そうだよね、ジャンプが物足りないかなっていうとかあるんですけど、そういうでかい選手が相手にいた時はそこを富安とかにして、あーなるほどね、臨機応変に変えてるって感じですかね。じゃあ相手に応じて変えるけど、まあ相手にそのフリッタとかレオンとかいなかったら、まあ、変えるウォーカー、まあ基本的にそうですね、もう、まあ、レオンでも全然ウォーカー使う、まあ、レオンでも使う、まあ、フリッタとかの場合か、本当にじゃあそうですね、もうベフホーストとかもうバレットヘッドとかはちょっとやっぱ身長必要かなって感じです。おー、なるほど、面白いね。じゃあ続いて 1DMF、 もうこれはねこの間登場しましたビエラ、ここはもうまあ安定というか。そうですね、今回のビエラマジで個人的にはめちゃくちゃ大当たりだと思ってて、うん、まあ DMF のアンカーの身長でかいタイプの選手を1枚置きたいって感じですね。マッチアップ縦パスを切る要因というか、うん、それでまあビエラ起用してますね。なるほど、ありがとうございます。で続いてじゃあ2列目というか、もうこう CMF と OMF、 ここはまあ 2CMF とか 2OMF ではまずなくて CMF と OMF にしてる理由とかっていうのは、まあ、ちょっとこう同じこう試してみたんですよ、 CMF2 枚とか OMF2 枚とか、うん、試したんですけどちょっとそのバランスが悪いというか、うん、こう OMF2 枚にすると上がりすぎてこうサポートでパス出せる選手とかがいなかったりするので、うん、うまいとここうバランス距離感みたいなのが CMF OMF にした方が、まあ、攻めやすいというかビルドアップしやすいなって感じたので。なるほど。で CMF はバルベルデと、こう結構ねなんか CMF だから、まあ、いろんな選手、まあ、フレンキー・ディエムとかさいろんな選手いると思うんですけど、なんでバルベルデっていうのはありますか、理由は。まあ、やっぱり守備の取り感がすごいバルベルデやっぱ良くて、うんうん、あとはボックス2ボックスなおかつチェイシング持ってるっていうところで、うんうん、まあ先ほど言ったようにこうショートカウンターで前からはめるプレスしたいってあったんですけど、うん、それがバルベルデめちゃくちゃこう相性いいなって思ったので。なるほど、バルベルデ。じゃあもう一人 OMF はどうですか。まあ、ここら辺は、うん、まあ、正直好み枠ですね。なるほど、もう好きな選手でいいと。そうですね、僕はなんかスピシュン速くて、うん、フィジカルある選手とかだと、うん、まあ、ビルドアップ推進力とかあるんで、まあ、ウリヘイネスいいかなって思ってるんですけど、うん、逆にこうドリブルしやすいマラドーナとか、うんうん、まあ、そこら辺のこう選手好みは、まあ、いいしてもいいかなって感じです、ね。なるほど。じゃあ OMF はまあ自分が使いやすい、まあ、好きな選手を置こうと。で最後この3トップなんだけど、ここ結構ねなかなか珍しい、まあ、珍しいっていうか、まあ、強い3人なんだけど、この3人使ってるの結構ね面白いと思うんですけど、じゃあまずセカンドトップ神の子メッシュと、最近なんかね、はい、神の子メッシー、まあ、やっぱり以前と比べるとどうしても使用者、まあ、まだいるけどね減った印象ではあるんだけど、今作からこれ神の子メッシュは使ってる理由は何でですか、これは。まあ、これはもう横パスシュート、もうワンシュート、もうシュート打つ要因ですね。あ、もうこの神の子メッシはシュートを打つためだけに言ってると。そうですね、もうドリブルとか、まあ、正直今の環境フィジカル必要じゃないですか、うんうん、なんで、まあ、ちょっとこの方面にコツいるんですけど、うん、メッシでもう持ちすぎない、もうワンタッチパスでスルーパスとかでムバッペに出すとか。なるほど。あとはもうマイナスで受けてそのままこうシュートダブタシュートとか、うんうん、まあ、シューキャンシュートとかでこう決める選手ですね。じゃあ基本的にボール持ちすぎずに本当にまあシュートを決めたりとかする要因でメッシはまあ入れてると。そうですね。なるほど。まあでも、うん、ST のところ、うん、こうまあ僕はまあチャンスメーカーの神の子メッシがいいって思ってるんですけど、うん、
こうなんか2列目の例えばウリヘーネス ST つけたりとか、うん、ここまあ、ロナウジーニョ、うん、あそうですそうですとか、まあ、フィジカルある選手入れたりとかは本当好みで、うん、全然こう自分の好みで変わると思うんで、なるほど、こう好きにって感じです。好きな選手を入れようと。じゃ続いてムバッペとカントラの 2CS ということで、これカントラはねどうなのこれは。いやカントラマジで、うん、めちゃくちゃ一押しですね僕。あ、センターフォワード起用、センターフォワードのカントナがちょっとこうリンクフォワードってやっぱ嫌いされるというか、うんうん、そうね、あんまりこう使われるイメージないんですけど、本当、うん、ラインブレーカーとの組み合わせがめちゃくちゃ良くて。あ、ライブレとカントナがいいんだ。そうですね、ライブレ&無印は、まあ、リンクフォワードの組み合わせをすることによって、うん、ムバッペがこうラインブレーカーで裏にこう抜ける動きをしてくれるんで、うん、その空いたスペースを足元でこうカントナボールもらえたりするので、うん、なるほどね。そこでこう足元に出して、うん、もうワンタッチシュートとかもうダブタシュートみたいなのの形がめちゃくちゃ作りやすいっていう感じですね。結構ねリンクでねやっぱ CF で使ってる人あんまり多くないから、これはね結構使う人増えそうだけど、ちなみにムバッペのところは、まあ、最近だと同じライブルだとエトーとか登場したけど、ケス君はムバッペ使ってるんだ。そうです、まあここら辺はちょっと正直、うん、ライブアップデとかそこら辺で決めてますね、うんうん、ある程度まあ候補は、うん、まあ、ラウタロとか、うん、エンバッペとあとまあエトー、うんうん、そこの3人でライブアップデ次第で変えてるって感じですね。なるほど、ありがとうございます。次ベンチメンバー、まあ、軽くねベンチメンバーちょっとね長くなっちゃうんで見ていこうと思うんですけど、こちらということでベンチもデス君に教えていただきました。結構なんか面白いベンチメンバーというかあれかなと思うんだけど、まずなんか後半この選手絶対入れるよみたいなのはある？まあ、基本的に中盤2枚はもう固定してて、まあ、ガビと、うん、あとは、まあ、調子次第なんですけど、まあ、中盤ですね、うん、マケレレとかベリンガム、うん、デヨング、そこら辺は調子次第で決めてるって感じですね。あ、ガビはじゃあバルベルで、ガビはあ OMF で使ってますね。あ、3つ目からとして、ここで、はい、あ、なるほど、 OMF でこんな感じで変えると。でもあとマケレレベリンガムとかを調子次第で入れるっていう感じ。あとはなんかその勝ってる時に、うん、まあ、守備頑張ってほしいんで負けで入れたりとか。あ、なるほどね、負けてたら攻撃的に行きたいんで、あの、うん、デヨング使ったりとか、うん、その時の状況によっては変えてますね。なるほど。でじゃあこのレオンとかフリットとかはこれは後半入れる感じ？そうですね、基本的に、まあ、レオンを、うん、ST に置いて、うん、ST 適正に入れて、うん、で CF は、うん、まあ、ラインブレーカー、うん、まあ、ルンメニゲだったりとか、うん、まあ、エトーだったりとか、うんうん、そこら辺を入れて、もう一人の CF はフリットですね。ああ、なるほど。じゃあフリット、こうカントナ、はい、そうですね、うん、無印とかリンクフォワード系を入れるって感じですね、うん、なるほど、ね、他このさベグホースラこれ使ってるの？これはこれめちゃめちゃ使います僕。めちゃめちゃ使ってる本当に。結構おすすめなのが、うんうん、前下げ守備されるじゃないですか。ああ、されるこう、うんうん、負け出て前下げされた時ってもう守備枚数がもう多すぎて、ああ、マッチアップめちゃめちゃ引っかかるみたいな、うんうんうん、もうビルドアップどうしようもできないよっていう時に、もうボール奪ったらとにかくベフホースに当てる丸パスで。なるほど、あ、フライパスですね、うん、はい、じゃあもう完全に相手にもガンビカルだ、まあ、テス君とかだったらね多分もう一桁とかもうあんなバチ付けしたらね1点取ったらもう前下げみたいなのもあるでしょ。いや、めちゃくちゃありますね。だからそういう時はベフホースと使うと対策用に、はい、面白いな、そこまで考えてんだ。なるほどね。でじゃあまあディフェンスラインは基本的にこれ富安だけであんま変えない？まあそうですね、うん、まあ、ボーカー C の時とかで調子悪くなったら変えるくらいで、うんうん、なるほど、一応って感じですね。はい、じゃあ続いて指示ということで、選手の指示はカンナバルにディフェンシブだけで、まあミニセドバックのカンナバールやっぱ上がらないようにディフェンシブってことだと思うんだけど、まあ、特には他にはないからおすすめというか、なんかつけたりは別にあんまない普段。そうですね、なんか基本的に結構僕、うん、めちゃくちゃ AI が賢いと思ってて選手の動きを、うんうんうん、そこで無理してこう例えばラインダウンだったりとか、うんうん、まあ、オフェンシブとかプレイヤー幅制限、うんうん、いろいろあると思うんですけど、うん、そこでつけちゃうよりも本当にその AI に任せる、なるほど、っていう感じですね。なんでこう無理してつけなくていいと思います。なるほど。じゃあデス君的には、まあ、そういう選手の動きをまあ制限とか、まあ、上げたり下げたりするようなっていうのはもともと AI 賢いからそこまですごい、まあ、おすすめではないというか、自分はそこまでつけないと。そうですね、つけてないです。なるほど、ありがとうございます。じゃあまあこれも一通り見ていたと思うんだけど、なんかありますデス君からこのスカットの、まあ、なんか何でもいいけど最後、まあ、注意ポイントでもいいポイントでもいいけど、まあ、そうですね、基本的に、うん、まあ、このコメめちゃめちゃ攻撃は個人的にしやすいと思ってて、うん、まあ、ボール奪ったらこう中盤の選手は本当にこう
3トップの選手の動きを見るっていうことですね。ムバッペがちゃんとラインブレーカーで走ってるのかとか、ピンクフォワードの選手が足元でこうボールを受けに来るのかっていう、そこら辺をしっかり見ることは攻撃で意識してます。なるほど。で、まあ守備なんですけど、守備に関しては無理してディフェンスラインにカーソルを合わせすぎないっていうのが結構進みしてまして、こう、カウンターで行かれるシーンが本当に多いんですよ。ビエラ1枚だけっていう時があるので、なるべく中盤でしっかりとその押されたくないコースを切るっていうのは意識した方がうまくできるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。まあちょっとね、またぜひもし今度こういう戦い方系戦術っていうか、まあ攻撃守備面もね、ちょっとコラボでいつか教えてもらえたらと思うんですけど、ぜひぜひ。本日はね、テス君にこちらの世界一のスカットを教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。テス君のね、YouTube、まあ、テス君めちゃめちゃ僕と違ってね、たくさん配信してるのと動画投稿もね行ってるんで、ぜひ概要欄からテス君チャンネルの方もチェックよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあテス君今日はありがとうございました。ありがとうございました。